君となら同じ夢をもう一度見れるかな私はそう思ったんだけど、君はどう私の手は綺麗じゃないかもしれない。それでも、このイカサの手を取ってくれるかな君は泳げるん大した意味はないんだけど、泳げない友人がいてね。朝日を見ると水平線を見たいっていう思いと一緒に思い出しちゃうんだ。 日の当たる場所って、やっぱり、いいものだと思うよ。君がいるから、私はこうしていられる。そうじゃなければ、私は。うーん、やめ今はこうして一緒。それでいいよね。イカを食べるかってお昼ご飯の話かなそういう冗談嫌いじゃないけど、私の名前、 誰がつけたのかなって考えちゃったりするよね。国威の強い力を持つ男のこと知ってるあんまり知らないんだけど、ボタンのことをお願いしちゃったし、ずっと心に引っかかってる。私もあの男と一緒に行けたら、違う道を行けたのかな。夜は好きだよ。正義も罪もまじないも、全部闇が包んでくれるからね。 君みたいな人にはちょっと分からないかな。でも、君はそれでいいと思うよ。孤児だった私にとって、ボタンはたった一人の家族だったんだ。だからね、あの子には元気でいてほしい。直接言えないから、君に、ね。彼女が責任を感じてしまう重荷を、私は背負っちゃったから。一つ、二つ。 四つ、4つ。うん。迎えは、まだこの騎士様に何かご用気安く近づいてきてくれるけど、本当に大丈夫私が悪いわけじゃない。<laughs> 君は許してくれるんだね。<laughs> いいんだよ。何をかは知らなくても。その許しだけで。 肌が出ないものなら何だって。覗くのはあんまり褒められた趣味とは言えないな。まだ強くなれるんだ。もっと深く闇に染め上げればいいんだ。違う私になれるかなはっはっレア道を開けて遠慮はしないよ防げないでしょう。あどられたものね。 死亡者の力、最後に教えてあげる。やるよそれじゃ無理だよ残念あ、助かったよち、う、まあ旅は終わり。だね。さて、先に進もうか逃げるのは得意なんだけど、そうもいかないみたいね。ねえ、おーい、君、いいね。 己許さないからね。何か言うことないやっぱり、私じゃ、楽しいねあ、そんな感謝するよ。ごめんね。すごいうぅ、参ったな。覗いちゃダメってば